シャオミの人気スマートフォンシリーズ、レッドミノート11シリーズ、どんなスマートフォンに仕上がってるでしょうか。はい、ズキです。日本時間1月26日、シャオミがレッドミノート11シリーズをグローバル発表しました。今回の11シリーズは4モデル展開となっていて、最上位のレッドミノート11 Pro 5G が329ドルから、レッドミノート11 Pro が299ドルから、レッドミノート11S が249ドルから、そして最下位のレッドミノート11、いわゆる無印が179ドルからと、それぞれかなりコスパに優れた価格設定となっています。上位のレッドミノート11 Pro 5G とレッドミノート11 Pro は 6.67 インチのフル HD プラス 120Hz 駆動有機 EL ディスプレイに、アウトカメラは1億800万画素のメインカメラを搭載。モデル別に11 Pro 5G は800万画素の超広角カメラと200万画素のマクロカメラを搭載し、11 Pro は加えて200万画素の深度カメラを備えています。バッテリー容量はそれぞれ 5000mAh で、67W の急速充電に対応しており、15分で1日分の充電ができるとしています。またパッケージには 67W の急速充電器も同梱されているので、買ったその日から急速充電を体験できるというのも特徴です。アウトカメラ構成のほか、チップセットに違いがあって、11 Pro 5G が Qualcomm Snapdragon 695を搭載し 5G 通信に対応。11 Pro は MediaTek Helio G96 を搭載しています。端末のサイズや重量は両機種とも同じで、高さ 164.19mm、幅 76.1mm、厚み 8.12mm、重さは 202g、デュアルスピーカーや 3.5mm イヤホンジャックもサポートしています。ということで、今年もシャオミ旋風は続きそうですが、今回は今触れた上位モデルではなく、注意モデルと言っていいですかね。こちら、レッドミノート 11S を開封レビューしていきたいと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なデジモノガジェットをほぼ自腹で購入し、ご紹介レビューしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画説明欄にはよくいただくご質問の Q&A のほか、ご覧いただいている動画のチャプターも記載していますので、お時間がない方は気になるところだけでもチェックしていただければ幸いです。今回実機についてはアリエクスプレスシャオミ店さんからご提供いただいています。よろしければ動画説明欄リンクから商品の方をチェックしてみてください。現時点では日本未発売ということで、技適等は取得していないと思いますので、技適未取得機器実験等の特例制度に基づく解説届けをした上で開封してきます。パッケージをレッドミノート10 Pro と比べると少し小型化されていますね。ではレッドミノート 11S 開封きました。パワードバイレッドミ、内蓋には SIM ピン、いつもの説明書類にクリアソフトケース。本体をどかすと、はい、国内では使えませんが 33W の急速充電器 AC アダプターが付属しています。そして USB Type-A to Type-C ケーブル、同梱物は以上の通りです。それでは本体を見ていきます。持った瞬間、思ったより軽いなと感じました。商品特徴が書かれていて、108メガピクセルのプログレードメインカメラ、そして 90Hz 駆動する有機 EL ディスプレイ、 33W の急速充電、チップセットは MediaTek Helio G96 です。ピリ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 、はい、なかなか高級感のあるカラーデザインだと思います。指紋もつきにくそうですね。カラーバリエーションはこのトワイライトブルーのほか、 11S 専用色としてパールホワイト、11無印の共通色として黒系のグラファイトグレーが用意されています。両端末とも本体サイズは同じで、高さ 159.87mm、 幅 73.87mm、 厚み 8.09mm、 重量は 179g と非常にコンパクトに持ちやすく感じます。ちなみにレッドミノート10 Pro と比較すると少し小型になっていて、アウトカメラ部分はメカメカしくなっています。カメラ機能に特化したと謳うこのレッドミノート 11S には1億800万画素のメインカメラのほか、800万画素の超広角カメラ、200万画素のマクロカメラと200万画素の深度カメラを備えたクワッド構成となっています。側面ボタン類をチェックすると、電源ボタン兼指紋センサーにボリュームキー、上部にマイク穴と赤外線ブラスターですね、スピーカーにイヤホンジャック、正面左側面上部に SIM スロット、 SIM トレイを取り出してみます。はい、最近では少し珍しくなったナノ SIM 2枚に SD カードスロットというトリプルスロット構成になっています。底面にはマイク穴と USB Type-C ポート、そしてスピーカーです。ディスプレイは完全にフラットです。保護フィルムも貼られていますが、あまり状態がいいとは言えません。この状態からパッと持った時、電源ボタン兼指紋センサーがちょうどいい位置に来る印象です。アウトカメラ部分もちょうど出っ張っているので、人差し指が乗っかるということはないと思います。ではアレキュイジーヌ。
はい、来ました。 MIUI 13ですね。まず言語を選択し、プライバシーポリシーを確認します。海外モデルなので SIM カードを挿すことはできません。 Google サービスの確認、生体認証、指紋を登録します。画面ロックは3パターンから選択可能です。指紋の登録はその他の Xiaomi スマートフォン同様割とスムーズです。ランチャーはドロワータイプを選択します。設定完了。はい、来ました。ファーストタッチ。例によって MIUI 独特の上下のスワイプでラグが生じる場面があります。ディスプレイ起動を最大にしてみると、はい、だいぶ明るくなりました。ストレージは 128GB 中 22GB 使用済み、 106GB 使用可能となっています。システムでは 12.8GB なので、このあたりはかなり軽量という気がします。こちらのモデルは RAM 8GB モデルですが、メモリ容量別に RAM 4GB、 ストレージ 64GB モデル、そして RAM 6GB のストレージ 128GB モデルも用意されています。システムナビゲーションについてはミラーボタンのオンオフ切り替えで、ボタンの配置の切り替えが可能です。もちろんジェスチャー操作も可能です。アンダーバーを消すこともできます。生体認証速度についてはせーの、今一度せーの、はい、このあたりはその他の Xiaomi スマートフォン同様かなり爆速です。リフレッシュレートについては設定のディスプレイ項目、リフレッシュレートでデフォルトでは 60Hz でしたが、ハイリフレッシュレートの 90Hz に変更することができます。各種普段使っているアプリをインストールしてみましたが、特に挙動がもたついたり引っかかったりすることはありません。Redmi Note 10 Pro とディスプレイを比較してみると、はい、下顎については Note 11S の方が太いと思います。またフロントカメラの大きさも Note 11S の方が大きくなっています。ディスプレイの明るさ、発色等についてはそれほど大きな違いはないように感じます。それでは基本性能がどの程度アップしているのか、まず Geekbench 5で比較してみたいと思いますが、 Snapdragon 732G を搭載している Redmi Note 10 Pro に比べ CPU スコアがそれぞれ若干ですがアップしています。コンピュートベンチマーク OpenCL スコアもアップしています。バルカンスコアの差が一番顕著かもしれません。続いて AnTuTu ベンチマークでどの程度のスコアが出るのか確認してみます。アプリバージョンは最新の 9.2.9 です。それではスタート。はい、結果が出ました。 Redmi Note 11S のトータルスコアが311,000、 Redmi Note 10 Pro のトータルスコアが353,000ということで、 Geekbench 5とは違い新モデルの方が低いスコアとなっています。このあたりやはり Redmi Note 11のプロモデルと比較しないといけないのかもしれません。各項目を見ていくと CPU スコア、GPU スコアとも Note 11S の方が低いスコアになっています。メモリはほとんど変わらず、 UX も一段低いスコアとなっています。温度上昇は 11S の最高温度 32.5 度に対し、 Note 10 Pro が 31.9 度、スタートの温度が違うので、この辺りは同じような温度上昇と言っていいかもしれません。そして売りの一つであるカメラ性能ですが、標準、広角、望遠とそれぞれワンタップで対応しています。またメニューからマクロ撮影することも可能です。それ以外に108メガピクセルモード、そして夜景モードも用意されています。ビデオについては 720p の 30fps か 1080p の 30fps どちらかとなっています。このあたり Redmi Note 10 Pro の方がバリエーションが豊富と言っていいと思います。また Redmi Note 10 Pro にあった手ブレ補正項目が Note 11S にはありませんでした。テストショットで夜景を撮影してみましたが、2万円台のスマートフォンと考えるとかなり頑張っていると感じます。ただ暗所での広角あるいは望遠撮影には向いていない印象です。
Redmi Note 10 Pro と比較してみると Note 11S の方が全体的に濃く表現されていると感じます。個人的にはより自然に近い Note 10 Pro の方が好みです。続いて動画性能を比較します。はい、ということで発表されたばかりの Redmi Note 11シリーズの中から Note 11S を開封し、どんなスマートフォンなのかチェックしました。全体的に2万円台のスマートフォンとして考えるとまずまずの印象ですが、年明けの新モデルという位置づけ、そして 5G スマホが1ラインナップしかないということを考えるとかなりしょっぱいラインナップとも感じます。このあたり、Xiaomi にもチップ不足、半導体不足という影響が出てきているのかもしれません。また、やはり最上位の Note 11 Pro 5G をチェックしたくなりましたので、タイミングが合えば動画で取り上げたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。